皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。以前の動画でですね、こちら、初期型の PS3 なんですけれども、まあ、この本体の後ろから熱風を吹き込んで、まあ、小手先で、このワイゲルオーディの状態を打破しようという、まあ、小手先の修理方法を行ったんですが、まあ案の定というか、まあ当たり前なんでしょうけども、まあそれだけじゃ治らなかったので、今回はですね、この本体を分解して、ちゃんと修理の方をやっていきたいと思います。でですね、まあ修理に使う道具としては、まあ一番必要だったのがこちらの CPU グリスなんですけど、これだけはちょっとね、手元というか、まあ近くではちょっと買えなかったんで、まあ Amazon で買ったやつなんですけど、それと、これはフラックスですね、はい、基板に塗るフラックス、これはまあ、ハンダのクラックなんかを抑制してくれる効果があるそうなんですけど、まあ、このフラックス、それから、精密ドライバーと、まあ、ドライバー、まあ、大小2種くらいですか、それと、すでについている CPU グリスを剥がすのに、まあ、無水エタノールと、まあ別にこれじゃなくてもいいんですけど、まあ、拭き取るものですね。で、まあ、今回肝になってくるのが、まあ、前回も使いましたけど、こちらのヒートガンになります。はい、じゃあまずはですね、本体の方を分解していきたいと思います。で、まあ、その PS3 の、まあ、分解の方法とかはですね、まあ、ネットにいっぱい出てますので、まあ、その中からちょっとかいつまんで参考にしながら分解していきたいと思います。はい、まずはですね、この上蓋を剥がしていくんですけれども、まずその前に、ハードディスクは先に外しておきましょう。するってと中にですね、ちょっと見えるかな、はい、奥にちょっと普通のネジとはちょっと違うトルクスネジっていうのがあるんですけど、これがあるのでまずはこれを外します。はい、ネジ取れましたね。そしたら蓋をちょっと底の方にずらすと、この上蓋が外れます。はい、そしたら、ここにネジが何本かあるので、これを外していきます。ここからはね、まあ、特殊なネジじゃなくて、プラスネジなんで、簡単に外れると思います。はい、ネジここ9本あるんですけど、すでに2本足りません。はい、多分前に分解した人も、外したままなくしちゃった可能性がありますね。はい、じゃあネジ外せましたら、ここに爪があるんで、これをクッて押してやると、はい、上蓋が外れます。ここに、フレキシブル止まってるのですね、こいつをレバーを上に上げてやると外せます。まあ汚いですね、まあ、初期型なんで、まあ、2006年からあるわけですから、まあ随分長いこと使われたんでしょう。まあほこりもいっぱい溜まってます。これはまあ後で、きれいにします。はい、分解結構時間かかったんで、こう巻いて巻いていきたいと思うんですけど、まずこれブルーレインドライブ外しましたね。で、そこから先は結構プラスネジだけなんで、そんなに分解は難しくなかったような気がします。はい、まあ、ネジの数は結構多いんですけど、プラスネジなんで、ドライバー1本で外せますね。でネジを外したところのパーツを、細かいやついろいろこう外していって、今これ電源ユニットを外すとこですね。はい、でこれは CPU と GPU の裏側なんですね。はい、でここに2つ金属のバネでちょっと密着させるような、構造になってて、で今これ CPU ファン外しまして、
で基板はですね、アルミの板でこう挟んであるような状態になってて、まあ、おそらくこのアルミの板自体でまあ熱を逃がす構造になってるのかなっては思うんですけど、はい、この合わせてある板をこう外していきます。はい、これで基板の取り出しが終わりました。はい、これは CPU グリスを取ってるところですね。結構厚く塗られてたんでなかなか落ちませんでした。で、これは CPU の隙間にフラックスを塗ってるところなんですけど、まあ、結局中に入っていかないんでこういうふうにちょっと立てて、隙間にフラックスを塗っていきました。ヒートガンの工程なんですけど、まあ、CPU と GPU それぞれ1分半ずつまず熱風をこう当ててる状況ですね。結構これ、熱くなったんで、基板が少しこう反ってます。はい、熱で反ってます。とそれぞれ、1分半熱風を当てまして、まあたりにはですね、ちょっと穴が溶けた時のちょっと香ばしい香りが漂っているんですけども、まあ、この状態でですね、ちょっと置いて、冷ましてから、これをもう一回裏返して、まあ、同じ場所をそれぞれ今度は、まあ、30秒弱ずつ加熱していくという感じでやっていきたいと思います。じゃあとりあえずこのまま置いて、まあ、15分から20分くらいですかね、置いてちょっと冷ましていきたいと思います。はい、20分くらい冷まして、十分に消えた状態になったんで、ここからもう一回逆に組み立てて、まあ、チェックができるところまでやっていきたいと思います。はい、というわけで一応仮組みが終わりましたんで、電源入るかどうかちょっとチェックしてみたいと思います。まずは本体の後ろのメインスイッチをオン。はい、ダメですね。ダメですね。今メインスイッチオンにしただけで電源が入っちゃったんですけど、相変わらず、ワイヤレディの状態は変わらないみたいですね。これでもう一回やっても、はい、ダメですね。ちょっと非常に残念な状態なんですけど、もう一回だけ同じ手順で加熱をしてみて、もうかどうかを、まあ、ちょっとね動画にするかどうかわかんないですけど、まあ後でやってみたいと思います。
というわけで、あのあと、2回ほどですね、分解したり加熱したりを繰り返して、なんとか、こういうふうに立ち上がるところまで来て、まあ、一応 PS3、PS2、PS1 のソフト、まあ、起動確認して、まあ、PS2 の、まあ、ソフトだけでちょっと、コントローラーの接続が切れちゃって操作ができなかったので、まあ、起動の確認だけだったんですけど、一応、ね、ゲームも動くようになりました。ただプレイ中とか、あるいは PS3 のゲームだったらばインストール中とかに突然落ちちゃうというような状態があったんで、まあ、やっぱりね、ヒートガンで加熱して、終了するっていうのはあくまで、応急処置に過ぎないんだなっていうのが分かったんですけれども、まあとりあえず当初の目的であった一応電源が入らない状態を解消するっていうことができたんで、まあまあ今回は良かったかなというふうに思います。まあ、最悪この PS3 はまあ部品取りようとして、置いとくこともできるので、ね、はい、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。